え今日は、えっと、チュエンリエン、フーリージョンシンっていう台湾にある、ちょっと、あの、安めのスーパーに行って買い物してきました。えー、そこで買ってきたものを紹介したいと思います。最近やっぱ台湾も物価がどんどん上がっててですね、半年くらい前に比べると、体感だけど2、3割上がってる感覚あります。はい、こちら。えー、鶏肉ですね、64元。 はい。え、次いきます。ブロッコリー。ブロッコリーが、え、アメリカのブロッコリーですね。アメリカのブロッコリー、68元。ちなみにこれは台湾の鶏肉です。次。えー、台湾産の豆腐。で、一丁が、えー、ですね。 14元これは安いなと思います豆腐は安いですね次いきます次、えー、ししゃもししゃもが、えー、これがノルウェー産ですねノルウェー産のししゃも 250g で68元です次いきますこれは多分ねめちゃくちゃ安いえー、マンゴー そもそもが79元。結構大きめのやつ。79元で、これも、えー、台湾産ですね。550g 入ってるマンゴーが、これ6折っていうのは4割引きのことで、これでですね、えー、マンゴーが、えー、42元。違う。47元か。47元です。1個で。ね。これは安いなと。 47元ですからね。次。これも、えー、ちょっと安くなってたので買いました。大根。えー、これ1本。これも6折って書いてある。量ずーって書いてあるので4割引きですね。で、大根が、えー、1本とですね。27元。もともと45元が27元。これはお安くなってたので買いました。 次ネギがですねあの大きいのしかたくさんないんですけどあのオーガニックの方を見ると逆に少しの分でこれも4割引き買いました、えー、あまり多すぎると一人暮らしだと使い切れないで冷凍にいつもあるのでこれが、えー、38元だったものが23元ですねでこっから2つがかなり高いんですよ、えー、牛乳台湾の牛乳はかなり高いですね、えー、こちら えー、88元ですね、1本。で、次、最後、これも高いです。まあでも、これは、僕はちょっとこだわりがあって買ってるんですけど、卵ですね、109元。で、これ、ちょっといい卵は、えっと、まずこのひらがいっていう、その、えー、鶏肉の、たま、鶏肉の,その飼育環境が、すごいゲージに入ってるやつではなくて、ひらがいという、その,の、えー、ケージフリーエッグを、 えー、僕は買うようにしています、最近。もちろんちょっと高くはなるんですけど、ちょっとね、いろいろと、えー、YouTube とかで見てると、平らいを買おうかなっていう気持ちになって。で、これが、109元ですね。こんな感じです。えー、合計は、えー、508元でした。なので、今508元だと、4.5倍なので、えー、2200円ぐらいですか。これぐらいで2200元、円です。 そんな感じです。台湾の物価、まあ思っている以上に高いと思います。はい。それでは、バイバイ。